さあ、ということで勝ったのはシスカさんの白面ということで2勝目になります。さあ、続いて4試合目、参りましょう。現在は1勝2敗となっております。マイサーさんが1勝、シスカさんが2勝となっています。4試合目、フィールドを敷いてゆっくり近づいて投げると、そして画面端、当てみ、また2500前後のダメージ、そして中段が通る、連続してタグを通していきます。出れない、出れる、真ん中に戻りました。あ、リーチ、リーチさあ、これはあ、ジャンプで回避している。怖い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 、露骨じゃないですか中段バーストを使った、中段通して距離が離れてしまう、下段を通しました。ラムダが先制します。2ラウンド目、あ、守ってくれている、優しいですね。惜しい、あの惜しい、怖いですね。オーバードライバーだとあんな減るんだなってのがよく分かりました。下を通してフィールド張ってくるくる回して、位置は変わらない、展開早く中段を通していきます。ダメだ、さあ、またも画面端のコンボくるくる回してフィールド張って距離を取るが、さあ、触れてしまった、怖い怖い、ハギと、怖い怖い、いやー、ちょっと当たっただけなのに3000ぐらい減ってる、まだまだ減りますもんね。さあ、ファイナルラウンド中段、もう画面端ですよ、これすごい、これは本当もう常にここにいますね、白面も。ジャブビートをして、さあ、どうする、うわー、また当たった、残りの体力あんま関係ない減り方するやつ、うわー、届かないみんなでこれああ言ってるだけですよ鑑賞会じゃないんですからねカウンターヒットはどうなんですか、これ指導だと減るの、減る、減ってる、減ってます、下段も通す、これはどうなんでしょう、まだ生きてる、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 生きてるけど、うわー、どうする、怖い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 よ、アッパーは避ける、下段通ってしまう、切れる直前にフィニッシュ、バーサー使いませんでした。さあ、ということでシスカさんの3勝目おめでとうございます。はい、続いて、5試合目になります。勝敗はマイスターさん1勝、シスカさんが3勝となっております。え、確かにね、あれでもセコンドついてるように見えますけど、今度のあの対戦相手のね方にチームにあの白面いますから、ここでこういろいろ聞いておいてっていうのは大事な時期なのかもしれないですね。
これそうですね、 GWB にセコンドサービスでこうプラス料金取ってセコンドついたらね、いくらみたいな新しい形が生まれようとしてるんじゃないでしょうか。セコンドサービス熱いっすね。これ僕全然あのセコンドに引きますよ。うわーやばい、うわーオーバードライブっていう役やります。これ 100円で何試合でもやります。お題に入れていただければ。うわーやばいよっていう役、3000円超えたあたりからうわーっていう賑やかしみたいなね。セコンドじゃないですよね。店長の方はもうバッチリ的確なアドバイスをしてもらえば講習会のような状態になりますんで、そっちは需要あるかもしれないですね。もう常に画面端、もう背中に背負ってるのがうんざりしちゃいますよね。そんなことないですか。しちゃいます。あ、しちゃうんですね。いや、その割には結構普通の表情でプレイされてるので、まあ、そのぐらいの忍耐力がないとってことですよね、きっとね。悪名とは。さあ中段と来ていますが、下段も捨てられませんのでうまく見ていかないといけないですね。ふわふわっと浮いて匂わせたところに当て身、久しぶりに当て身が刺さります。三振、痛い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 のかな。いや、そこそこ痛い。怖い怖い怖いよ、白面が怖い。前転は通さない。やりたい放題。しかしキックが飛んできます。キックがね、いい角度に足伸びてましたから。さあ1対1ファイナルラウンド。あのフィールドがね、いまいち効果が分かんないんですよ。長かったり短かったり、止めれるんでしょうかね。さて中央に戻ります。さらっとフィールドが敷かれてますからね。いつ敷いたんだろう。あ、怖い怖いよ怖いよ。5C 狙ってますよ。ガークラも狙ってる。カウンターヒット、ここはバースト。真ん中に戻って画面端を背負い続けていきたい、続けていきたいわけないじゃないですかね。背負わせていきたいですね。さあということで、シスカさんが4連勝、残り1勝となっておりますが、対する前さんは現在1勝、残り4つ。こう白面もずっと捕まってるのが大変なんでしょうけどね、多分ずっと捕まえてる側の精神力みたいなのもね、かなり必要になってくるんじゃないかなと。で、試合が長引けば長引くほど勝ってる側は少し楽な気持ちでプレーできますが、捕まえ続けててもダメージ差とかね、そういうところで勝敗で、ね、劣勢になってしまうと、ちょっとこの5試合先に取るというルールですとお腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなと。何言ってるか分かんないですね。さあまた画面端です。もううんざりだと言っていましたが、結果的に勝つことが多い悪面。さあ今度はシスカさんがダウンを取るが前転を通してしまう。真ん中投げが通る。さあ一瞬迷ったようにも見えましたが、ゲージは使わず、どっしりと構えています。そうですよね、だってどっちにしろどこで当たったって画面端連れてかれるんですから、どこにいても一緒なんじゃないですか。考えが甘いから。下段通した。これで画面端、これは取れた。ロマキャンダッシュからはここにはなりませんでしたが、中段テイクダッシュ、無理やり触っていく。さあリーチをかけたのは 2P 側、シスカ白面。
フィールド発生次元幻化くるくる回す次元幻化中断です。サネハシもう大きい攻め出れない出れない出れる出れる真ん中中段通して今度はガード細かく細かく下段からこれでまた画面端すごいですねこの運ぶ能力がオーバードライブあうわーうわーもうみんなうわーですよみんなうわーって言ってる2回ぐらいうわーうわーポイントがありましたがはいということで、勝ったのは静香さん5勝目となりましたというわけで、勝敗的にはマイさんが1勝、マイスターさんが1勝、シスカさんが5勝ということで、見事シスカさんの勝利となりました。おめでとうございます。はい、ということで、1組目は以上となります。